ゆとり、の映画完成会見に登壇した主演の岡田将生、中央、を囲んで左から企画、脚本の工藤官九郎、松坂桃李、柳楽優弥、水田信夫監督イコール東京、港区。俳優、岡田将生、34、が23日。東京、港区の品川インターシティホールで行われた主演のコメディ映画、ゆとりですが何かインターナショナル、10月13日公開の完成報告会見に登壇した。日本テレビ系で2016年に放送された人気連続ドラマの映画化で、松坂桃李、34。柳楽優弥、33、との3人組が再集結。ドラマと同じく工藤官九郎、53、が脚本、水田信夫監督、65、がメガホンを取り作集、撮影された。今作では、ゆとり世代の3人が令和で30代半ばに。夫婦仲も家業の酒店も最悪の昭和、岡田、今も童貞の小学校教師、和豊、松坂。中国で事業に失敗したフリーター、マリブ、ヤギラ、のドタバタ人間模様を描く。三人は一緒に食事に行くなど私生活でも仲のいい同士。岡田が、僕らはライバルだけど、根底にあるのは友人、といえば、松坂も、お互いがずっと気になる戦友、ナギラも、より成長している姿で会えている刺激的な仲間、と変わらぬ絆を笑顔で強調した。